美術学校騒動とは、1898年に、岡倉天心が、帝室博物館美術部長並びに、東京美術学校校長を辞職するにあたり起きた、学校騒動。美校騒動とも、1898年、久喜隆一の帝国博物館館長公鉄の噂が広まると、かねて、岡倉天心と不仲になっていた東京美術学校の図案家教師である。 福地福一は、岡倉のついていた帝国博物館美術部長の地位と引き換えに、茎の留任運動をするという働きかけを行った。当時、博物館の運営方針や、茎の妻、茎初子をめぐる問題で岡倉との関係が悪化していた茎がこれを受け入れたために、岡倉は帝国博物館美術部長、東京美術学校校長を辞任した。これに対して、 東京美術学校の教師陣は、黒田清輝らの西洋画家を除き、全教師が一斉辞職を決議した。しかし、新校長、高根秀夫、同校幹事、久保田かなえらの教授陣に対する留任運動が行われ、その結果、一部の教授は留任することとなった。岡倉らの辞職発表後、学生たちは校内に集まり、岡倉、橋本の復職を希望し議論したが、 文部省の中川参事官が現れ、岡倉の友人である高根の新校長就任を発表、教授陣の復職についても高根に一任するとしたため、騒ぎは収まった。教授たちの取った行動は大まかに類別すると次のようになった。岡倉天心と、この時同盟辞職した教授たちが中心になって、日本美術院を創設した。支援者から3万円を集め、 谷中初音町の岡崎幸子への所有地に建設した。校長、岡倉角造以下総辞職新聞修正、明治編年史。第10巻、臨戦者、1936から1940。美術学校奮場続報新聞修正、明治編年史。第10巻、臨戦者、1936から1940。 日本美術院建設に決す新聞修正明治編年史第10巻臨戦者1936から1940ありがとうございます。